その田大塚山古墳は、兵庫県天ヶ崎市南新水にあった古墳。形状は、前方公園墳。現在では、墳丘は失われている。兵庫県東部、茂川西岸の伊丹団旧最南端に築造された古墳である。1937から1938年の土取り作業で墳丘が大きく作兵されるとともに、遺物が発見され。 京都大学考古学教室による緊急調査が実施されている。噴景は前方部が大きく発達した前方五円形で前方部を北方向に向けた。噴球長は42から45メートル、後円部直径は約24メートル、前方部幅は約20メートルを測った。噴球表面では吹き石、円筒埴庭が認められる。噴球周囲には 馬蹄系の集合が巡らされており、おおむね幅約10メートルを測り、前方部前面ではやや変形する球場で、幅3から6メートルを測る。主体部の埋葬施設は、粘土格で、副葬品として五輪郷1、九田玉2、トンボ玉1、鉄刀3が検出されている。これとは別に、歴、木炭を敷いた土工があり、鉄刀1、トース3、鉄槍2、鉄属。 鉄の小切りに、鉄府一、釜一、バグ一式が出土しているが、この土工については二次埋葬とする説と副葬品、収納施設とする説がある。築造時期は、古墳時代後期の6世紀前半頃と推定される。現地の大塚山古墳公園では、墳丘集合部が2分の1の大きさで、再現されている。南清水古墳。ありがとうございます。